さあ次ダッシュ30本だ、行くぞ。次横高部と製作所にはブルーエアレースの世界大会出場を目指して日々トレーニングに励むエアレース部がある。先日私の推薦で入社した再起レイヤーの存在とエースパイロットのキャプテン大貫美晴の飛行テクニックが部員全員に過信を与えてしまった。そこで実力を知らしめるために来週開催される航空ショーに参加することにした。部員たちは航空ショー参加を目指してこれまで以上に厳しいトレーニングに励んでいた。しかしそれが私とコーチの南郷春彦には大きな悩みの種であった。今日も終わったね。しかし4時間も休みなしじゃ体持たないよね。本当、もう何回スクワットさせられたかな。明日歩けないよ。エリさん、マコさん、弱音吐かないでください。来週の土曜日には航空ショーに参加できるんですから。ミハル、航空ショーは確かゴチ変態じゃなかったっけ。そうそう、誰が出るんだろう。まあそれは監督とコーチが決めるでしょ。まあミハルとレイヤーは決まりでしょう。するとあと3人ね。誰が出ようと私たちのパフォーマンスが一番に決まってるわね。絶対そうだよね。一番一番。ちょっと待ってよ、そんな簡単にはいかないと思うよ。他のチームのことも研究しようよ。他のチームなんて気にしなくたって大丈夫だよ。そうよ、この間泉さんがイチャモンつけてきたけどあんなのもただの嫉妬だよ。その通り。日畜和賀社は歴史だけあって体制は古いままと聞いたことがあるよ。私たちはまだまだ新しいチームなんだから絶対に乗り切れるよ。そう、エースパイロットのレイヤーそんな弱気じゃ困るよ。私が先頭の位置もらっちゃうよ。みんなお疲れ様。はい、お茶が入ったよ。リアちゃん手伝って。はい、はい、ちょっと聞いてたんだけどさ、僕からも一言言わせてもらっていいかな。どうぞ。君たちの日頃からの練習の姿勢とっても立派だと思うよ。ただ君たちの取り組んでいることは飛行機に乗ってアクロバットをすることだ。ちょっとした油断が命取りになることだってある。それを忘れない方がいいと思うんだけどね。カモさん、分かりきったこと言わないでよ。分かっているようで分かっていないのが一番怖いんだよ。僕は親からもらったたった一つの命なんだ。大事にしなきゃダメだよ。みんな、いつもの店行こう。行こう。今日猫さん。何食べる？え、ランチとビール。え、ちょっとじゃん。監督、コーチ、お願いがあります。どうした？4日後の航空ショーの参加、辞退させてください。ミハルチームはまだまだ未熟です。参加は無意味です。どうしてそう思う？この間カモさんがおっしゃってました。油断が命取りになるって。飛行機に乗ってアクロバットをすることだ。ちょっとした油断が命取りになることだってある。何も俺たちはお前たちを殺そうとしてるわけじゃないんだ。それに日頃の練習だってこれまで以上に真面目に取り組んでるじゃないか。
航空ショーに出たい一心がそこまでみんなを頑張らせてるんだろう。危険です。私には監督の魂胆が見えています。今のチームは私にはまとめることができません。おい、レイヤ。監督、レイヤには全てお見通しのようですね。カモさん、ちょっといいかい？俺もいろいろ調べたんだけどさ、今回はいろんなチームが出場するみたいだね。かつて名パイロットと言われた下條さんの推薦のレイヤちゃんと勝負してみたいんだよ。カモさん、今の私じゃ勝負なんてできません。どうして？おじけづいたかい？そうかもしれません。それじゃ他のチームは辞退しちゃうぜ。他のチームはね、最高のスタメンと戦いたいんだよ。負け犬と戦っても意味はないんだ。カモさん、でも俺は君が負け犬じゃないって思ってるよ。君なら今の美晴チームにあってはならないものを除外できるって思ってる。何のことですか？それは君が一番分かってると思うけどね。明後日の航空ショーのスタメンを発表する。まずセンターに美晴、続いて文雄、エリ、美智子、真子、以上だ。監督、ありがとうございます。でもなんでこのスタメンにレイヤーがいないのですか？そうですよ、私のポジション譲ってもいいからレイヤーを出してあげてください。私でもいいです。他のチームに勝つにはレイヤーと美晴が出るべきです。分かった。お前たちのその気持ちはな、非常に嬉しい。だけどこれはコーチと俺で決めたことなんだ。明後日の航空ショーのスタメンはこれでいく。いいな。監督、お言葉ですが、私たちはどのチームよりも勝っています。ここでレイヤーも出場させなければ本当の力は発揮できないと思います。そうです、お願いです。検討し直してください。なんで部長が来るのよ。何かと私たちを目の敵にしてたから文句言いに来たんじゃないの？お前たち、監督とコーチの決断に逆らうんだったら参加自体を見送ってもいいんだぞ。航空ショーに参加するだけでもそれなりの経費がかかるんだ。物見遊山では行くんじゃないことをしっかりと覚えておけ。部長、私は辞退を願います。ちょっとレイヤ、何を言い出すの？レイヤ、気でも狂ったの？私たちは先週から足腰立たなくなるほどこの日のために練習してきたんじゃない？そうよ、ここで辞退なんてありえないわ。部長、事態は絶対にしません。私たちの実力を試させてください。下條くん、南郷くん、参加すると決まった以上経費は最小限に抑えてくれよ。はい、よし、勤務後最後の筋力トレーニングだ。お前ら覚悟しとけよ。はい。張り切ってるのはいいけど、怪我されちゃたまんないね。そうなんですよ。お昼に聞いたけど、レイヤちゃんスタメンから外しちゃったんだって？ええ。あ、カモさんもいろいろ心の支えになっていただいたようで。いやいや、俺はいいんだよ。みんなでレイヤちゃんを立てようっていう気持ちは素晴らしいんだけどね。ええ、ですからチームワークだけはがっちりしてるんですけどね。そうですね、自分がスタメンに選ばれなくても恨み事を言うやつはいませんしね。会社のイメージアップを図るための部活だ。これでチームワークがなっていなければ何の得もないものな。
っしゃる通りです。美晴、スタメンに入った以上私はやりきるよ。私だって私もレアと一緒に飛びたかったのに、監督は一体何考えてるのよ。私はこれでいいと思ってるの。これでいいのよ。47 48 49 50 まだよ、これで半分なんだからね。みんな頑張って。でもいきなり100回はきついよ。愛子さん、しっかりやって。腕が曲がってないよ。おいおい、何やってるんだよ。お前ら全員やめろ。やめるんだ。全員並べ。お前たち何やってんだ。美晴、航空ショーが近いので最後に筋トレをしていました。バカ野郎、練習以外の時間は休息に当てろといつも言ってるはずだ。ちょっとした油断が大きな事故につながる。それがモータースポーツの恐ろしいところなんだ。いいか、覚えておけ。明日の飛行訓練は中止だ。定時まで業務に当たれ。明日はショー前日なのに飛べないなんて。絶対に飛んでやる。ハルちゃんの専用機じゃないかな。今日テクニックを磨かないでどうするのよ。レイヤーが明日出場しない分、私がリードしなきゃ。では本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。おもぬきはどうした。美晴、今朝はいたのに。失礼します。カモさん。カモさん、勝手に職場に来たら困りますよ。そんな場合じゃないんだよ。美晴ちゃんが未調整のプロペラ機に乗って墜落したんだ。何ですって。カモさん、美晴さんは、美晴さんはどうなったの。すぐに救急車を呼んだけど。レイヤ、レイヤ、春はほぼ即死であった。一同の驚きが消えぬまま彼女の葬儀が執り行われた。まさかこんなことになるなんて。美晴さんのいなくなった私たちのチームは一体どうなるんだろう。今こんなこと言うのは不謹慎よ。監督、私がもっと止めてれば美晴さんは死なずに済んだのです。レイヤ、自分を責めるのはよせ。君をこの会社に誘ったのは俺だ。俺にも責任はある。少女くん、大貫くんのお母さんだ。この度はいろいろとお世話になりました。どうも、急なことで言葉もありません。南郷さん、鴨居さん、本当にお世話になりました。娘も好きなことをして旅立ったんです。きっと悔いはなかったと思います。果たしてそうでしょうか。今日航空ショーに出場を控えていました。美晴さんは心の底から航空ショーに出場したかと決まってます。きっとショーに出ても同じ結果になったでしょう。あの子は自信がつくと周りが見えなくなることがありましたから。いえ、それは今のチーム全員に言えることです。お母さん、美晴さんは私の管理する寮でお預かりしてました。全く管理不行き届きで申し訳ありませんでした。いいえ、昨日も娘が飛び立つ飛行機を見届けてくださったと伺いました。感謝しております。いえ、あの時止めてさえいればと悔いるばかりです。
美晴のお母さん、私たちの責任です。申し訳ございません。謝罪してもしきれません。これからお母さんのお役に立てることがあれば何でもします。どうかご遠慮なくおっしゃってください。いいんですよ。こんなに素晴らしい仲間に囲まれて娘は幸せだったに違いありません。皆さん、どうかご自分を責めないでください。お願いいたします。お母さん、私たちは美晴さんの意思を引き継いでエアレース部を存続させていきます。美晴さんが大事にした美晴チームを大切にしてきます。ありがとう。美晴はちょっとしたきっかけを与えてくれたのよ。ちょっとしたきっかけ？そう、一人の人間を失うとね、それまで見えなかった何か大切なものが見えてくるのよ。美晴がいなくなったことで、それまでみんなが見えなかったものが見えてきたんじゃないかな。自分が慢心していたこととか、苦労の裏に隠れていた努力とか、それが見えるようになっただけでも、美晴の死は決して無駄ではなかったと思うわ。美晴の母、冬美のこの言葉は我々全員の心にぐさりと突き刺さった。慢心に満ちていた部員たちにも、それに気づいていた俺や南郷コーチでさえも、その言葉が一人一人に重くのしかかった。美晴さん、レイヤ、私たちがいれば美晴チームは無敵だね。一緒に世界大会目指して頑張ろう。監督、航空省は神戸製鉄のエアレースチームが優勝したようですね。やっぱりそうだったのか。あの他流試合を申し込んできた泉くんのいる日クワガ社はどうだったんだろう。直前で辞退したようです。やっぱりそういうことになったか。失礼します。鴨さん、葬儀の時はいろいろお世話になりました。いや、俺にはあれぐらいしかできないからな。これでまた葬儀委員長の経験が更新されてしまったよ。いや、本当にいろいろありがとうございました。美晴の事故のために出場を辞退したチームがいくつもあったみたいですね。そんなことは気にしなくていいよ。ドイツもついでに過ぎなかったんだ。他の会社のエアレース部員の目標はブルーエアレースの全国大会だ。これで横田兜は美晴ちゃんを失い大きな損失を出してしまったな。それじゃ失礼するよ。八代部長、エアレース部の存続についてはいかがでございましたでしょうか。全く社長の物好きにも困ったもんだ。部の存続が認められた。ただしな、今度また死亡事故が発生すれば、今度は私が廃部を進言する。そのことをしかと肝に銘じておくように。いいな。はい。私が間違っていました。みんなの慢心には気づいてたはずなのに。どうして教えてくれなかったの。教えてくれてれば美晴は死なずに済んだかもしれないのに。無理でした。あの時のみんなは何を言っても無駄でした。確かにそうね。私たちは少しおごり高ぶっていたわ。俺と監督はな、お前たちにそのことに気づいてほしくて航空省の参加を決めたんだ。葬儀の席で美晴のお母さんが言った言葉覚えてるか。美晴が死んだことで今まで見えなかった何かが見えたはずだと。マコ、君には何が見えた。美晴とレイヤーさえいれば絶対に勝てると思っていたことが錯覚だということに気づかされました。フミオは。私も二人に頼ってしまえば絶対に勝てるという過信が見えました。エリ、君はどうだ。自信が過信であったことが見えました。それが分かれば美晴の死も決して無駄ではなかった。みんな、美晴ちゃんのお母さんが会議室でお待ちだよ。
美晴のお母さんか。皆さん、先日はどうもありがとうございました。こちらこそ。それでお母さん、いかがなさいましたか。実は、美晴には遺言がなかったので、その前日の日記を代用していたのですが、日記帳にとある一文を見つけまして、ぜひ皆様にお見せしておこうと思いまして。チームってなんだか私ばっかり目立ってて申し訳ないな。だから新しいチーム名を考えなきゃ。横田兜が勝利の旗を目指すわけだから、ビートルフラッグってチーム名どうかな。ビートルフラッグ、ビートルフラッグ。私たちのチーム名は今日からビートルフラッグ。行くぞ。お前たちの後ろには必ず美晴がついている。それを忘れるな。はい、はい、はい。次回のお話は、美晴を失った横田兜とビートルフラッグは練習試合でも最下位になるほどの弱体チームとなっていた。そのために全体のチームワークが乱れてしまう。そんな時、レイヤーの父親が女子寮に現れ、意外な秘密を話し出す。キャプテン不在のチームに果たして成長はあるのか。次回、ガゼロビートルフラッグ、心を一つに。